わっさー、皆さんこんにちは。ディリゲントの下村です。はい、今回はですね、僕の、やっております5分で使える DJ テクニックのコーナー、この動画なんですが、ご覧ください。普段、僕が使っております RMX90DVS、 こちらのリループのミキサー、4チャンネルのミキサーを今回はまた、いろいろとちょっと解説したいんですが、見てください。この両側ちょっと要塞みたいになってると思うんですけれども、こちらがですね、今回パイオニア DJ さんからですね、CDJ2000 ネクサス、2台お代わりしましたので、この CDJ で、セラート DJ を使った、機能解説とか、90DBS でどういうことができるのかっていうのと、あとはまあいろいろと、気になってる点僕も結構あるので、そういったところちょっと検証してい、こうかなと思っております。はい、で今回なんですけれども、まあ、第1弾ということで、今回はですね、実はですね、このカメラのちょうど奥あたり、ここら辺にですね、セラート DJ を起動しているパソコンがあるんですけれども、ですね、まず、セラート DJ を、まあ、CDJ とか、レコードで使う場合、DVS っていうのを使うと思うんですけれども、この DVS 使うときに、必ずそのコントロール用の信号、音声ですね、まあ、使ってる方はよく知ってるかと思うんですけど、ピーっていう音があると思うんですね。で、このピーっていう音、コントロール CD だったりとか、レコードにもともと刻まれていたりとかっていうことになると思うんですけれども、今回はですね、はい、じゃじゃん。ちょっとじゃじゃんのタイミング早かったんですけども、はい、こちら、SSD25PKT。いわゆるその SSD ですね。こういった、USB でのデバイスで、DVS のコントロール、できるのかどうかっていうのをちょっと今回は、試していきたいかなと思っております。この中にはですね、セラート社のウェブサイトから実はダウンロードできるんですけども、コントロール信号の音声が、中に入っています。で、この音声を使って、CD 焼いてくださいねっていうことなんですけども、これが、USB のメモリーの中に入っている状態で、使えるかどうかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。はい、ではですね、皆さん、ちょっと画面を切り替えるので、チェックしてみてください。はーん、はい、ではですね、早速、こちらの SSD25PKT で、セラートのコントロール信号が、正しく使えるのかどうか試していきたいと思います。じゃあ早速ちょっと刺しちゃいましょうか。いきますよ、よいしょ、ガスッとね。はい、刺しました。で、今これ挿してる状態なんですけれども、この後、CDJ の使い方なんですが、 CDJ2000 シリーズの使い方なんですけれども、 USB というところをポチッと押さないと、この USB の楽曲を読み込むモードには切り替わらないので、この点、注意してください。で、 USB のボタンを押した後にもう出てると思うんですけども、これ今セラートコントロール CD.wav と出ています。はい、で、ここを、ポチポチって押すと、はい、ロード開始されました。はい、こんな感じですね。で、あとは、じゃあちょっと P という信号を聞いてみましょうか。いきますよ。こっちじゃん。こっちか。はい、いきますよ。はい。という感じに、まあ、音声として P という信号は、再生されているかと、いうことがわかるかと思います。じゃあちょっと下げましょう。はい。で、ではですね、これが、ちゃんとこのセラートに、読み込むのかどうか。行ってみたいと思います。 90DVS を今セラートの、セラートの中の DVS コントロールのモードに切り替えました。で、これであと再生して向こうの、楽曲の波形が動けば、動いてしかも再生されれば、バッチ使えるということなので、じゃあちょっとやってみましょう。いきますよ、運命の再生ボタンでございます。ポン。ちょっと待ってねごめんなさい、僕が、ロードする場所間違えました、すいません。読み込ませました。もう一回いきますよ。ごめんなさい、仕切り直しでございます。はい。普通に動くんですよね。こんな感じで動きます。
はい、まあ、こんな感じにですね、ちゃんとステラアート DJ にあの信号の情報行き渡っているのが、お分かりいただけるかと思います。今僕 CD コントロール CD も入れてないし、ターンテーブルで何かそのバイナルコントロールしてるわけでもなく、この SSD25PKT の中に入っているステラアートの WAV を、ただ単純に CD に読み込ませている状態です。これで全く問題なく、セラと DJ 操作することができるので、ぜひね、普通に例えばそのパイオニアさんであればレコードボックス使われてる方いるかと思うんですけども、レコードボックスを使って普通にこの記憶媒体の中に曲管理しつつ、さらにこのセラとの WAV を入れておけばセラと DJ をこうパチッとすることで使えるかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、すいません、ちょっとね電話が鳴ってしまいましたので、ちょっと対応しておりました。はい、ということで、ちょっと駆け足で喋っちゃったんですけれども、セラート DJ の、コントロール CD の WAV、問題なくこの記憶媒体 SSD とか USB メモリに入れた状態でも使えるということなので、ぜひ皆さん、このUSB メモリーをお使いでレコードボックスとか非常に兼用している方であれば、非常に便利かと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではまた次回お会いしましょう。ほーん、バイバーイ。